ましょう。さて、これレベル表示変わらないんですかね。ずっとレベル25。レベル表示ですか。神谷さんのです。おまあ25数で25なのかもしれませんし、そこはどうなんでしょうっていう。おう、警察終了。うわ、やばい、スマホ熱い。あかん、これスマホやばいですね、これ。ちょっとまたバッテリー温度超過表示が出る5秒前ですね、これ。偏差値難しいな。ちょっと待ってる時なら簡単に当たるのにな。お、当たった。え、よかったよかった。さて、このラインを狙うためには、なんか左に行かないとダメか。あ、違う違う、300の射程にいるラインを狙いたいのに。カネジでもいいか。よし、でもう一匹ライノがいるはずなんだよな。あ、ストーカーだった。不規則な動きをするな、このストーカーを。ラグのせいもあるんだろうけど。もう。ストーカーがちょこまかと倒した。よし、
これでビーコンが取れる。やべ、寝られるわね。よっしゃ、いや、まだビーコン取られちゃうな。よし、今敵の距離が9000を超えましたね。敵のスピードじゃない、距離の数値が一瞬とんでもバグりましたね。びっくりびっくり。で、真ん中に来るやつはあいつか、あれを倒せばいいのか。セルス疲れたね今。おお。ここでラグらないでほしいな。どうしちゃったよ。超あちょっと嫌なラグですねこれ。残り1分30秒ですよ。真ん中のビーコン死守しないと負けちゃうわ。すっげえラグ、なんか敵のなんか位置がしょっちゅうワープしてる、味方の位置もなんかワープするな。こういうこともあるか。おお、いやなんかあんまり動かない方がいいのかなって思っちゃう。こんだけなんか不安定だと。敵がどんどん吹っ飛んでいくのだけは確認できるわ。お、全滅したわ。これはあれか、もうあれか、そういう勝ちか。おお、よかったよかった、撃破勝ちですね。
なかなかでもまあ敵は頑張ってビーコンを取ってきましたね。これはまあ試合には勝ちましたが、この敵さんの方をちょっと褒めてあげてもいいような気がしますよ。 SG ライオンさん